はい、美術で日本を元気にする秋華堂絵画骨董買取プロの田中です。後ろにあるのはね、上村翔子さんの絵です。翔子さんはですね、上村翔園という、まあ、日本で一番有名な美人画の先生の息子さんでいらしてですね、花鳥画をずっと生涯描き続けた方です。京都の方にお住まいでしたよね。その息子さんが上村敦さんで、今も活躍中ですよね。はい。でこれはねちょっと珍しく鳥いないんですけどね、蓮池の図ですね。まあ蓮池といえば、まあ、仏様を示唆する絵画だと思いますね。まあ夏にちょっと夏らしいというかですね、ちょっとまあなんというかしら、ご先祖様とか仏様へのこう思いを深める絵としてですね、こういう画題もたまにはよろしいのではないでしょうか。ということで、上村翔子さんの作品お持ちの方ですね、ぜひお譲りいただければと思います。連絡先はこちらの絵画骨董買取プロ0120いつも骨董までぜひお願いいたします。